金融取引税は流通税の一種で、金融商品の譲渡を課税対象とし、その取引によって利益が生じたかどうかに関わらず、課税する税制。日本では、有価証券取引税や取引所税などが1893年より存在したが、1999年に廃止され、現在は利益に対して、所得税と法人税が課税されている。 2010年代のヨーロッパで議論された金融取引税は特定の目的に対する特定の種類の金融取引に課せられる租税で外国合わせや株式や再建やデリバティブ取引などすべての投機的金融市場取引を対象とする超低率の課税である超低率であっても莫大な租税収入が見込まれている莫大な租税収入が見込まれる理由は 金融取引一回ごとにその取引高に課税される、コンピューターを駆使した短時間で膨大な取引回数を行う、投機的取引への課税であるからである。このようなキャピタルゲイン目当ての短期の投機ではなく、株式や債券などでの本当の投資である、長期投資や実体経済での為替取引である、貿易決済や国際通貨両替などにおいてはそれに、 比べその取引回数は非常に少ないためこの税負担はないに等しい。よってこの税負担者は自身で直接に金融取引を行う個人投資家は別として投資信託などで金融取引の代行を行う投資運用会社になる。これが個人の金融所得になった時点で適用される日本での所得税とは違う点である。だが世界各国が 同時に導入しなければ効果が出ないという難点もある。非導入国がある場合、投機化の資金が非導入国に大量に流入する恐れがあるからである。その概念は金融サービスで広く共通して考えられてきたそれは通常消費者が支払う消費税を含めずに考えられる。取引税は金融機関そのものにおいて調税されるものではない。むしろ、 課税の対象となる目的とするところの特別な取引において徴収される。であるから、もし金融機関が全くその課税対象となる取引を行わないならば、取引税の対象と全くならない。なおその上、もしある金融機関が一つのそのような取引を行えば、その一つの取引に対してだけ課税される。それらの上で、例えばこの税は金融活動税でも、 金融安定な寄付もしくは銀行税でもない。他のいかなる行為も抑制せずに過度の投機を選択的に抑制する手段として金融取引税を扱う議論においてこの明確化は重要である。金融取引税はいくつかのタイプがある。各々はそれらの目的を持つ。あるものは提案に過ぎない一方であるものはすでに実現されている。それらの概念は 多くの組織や世界中の地域で考えられた。あるものは地域として一つの国内で使うのを意味する。これに反してあるものは多国間である。380億ドルを計上する2011年では FTT を使っている国は40カ国ある。2020年に入り、新型コロナウイルス感染症への経済対策に橋を発した給付金や導入の機運が高まっている。 ベーシックインカムなどへの財源の必要性などから、超低率で莫大な財源喪失が見込める。この金融取引税や闘便税などの導入の機運が世界的に高まっており、効果を発揮させるためには、全世界での協調導入が必要である。他、日本においては、逆進性があり格差拡大や、景気減退につながっている、消費税の減税や廃止などのための新たな、 財源として、この金融取引税も有望である。詳細日本の消費税議論金融取引税、当便税の導入参照を2020年現在、実施している国は、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、コロンビアなど、中南米諸国に多い。欧州連合では2000年代ぐらいから長期にわたる、導入議論を経て、ようやく2021年の導入を目指している。日本では、 1937年から1950年に有価証券移転税があり、1953年から1999年までは有価証券取引税が存在した。加えて1893年から1999年は取引所税が課せられていた。1999年当時取引に課税すると市場が不活性になり、 利益だけに課税した方が良いという議論があり、これらは金融ビッグバンの一環で廃止された。日本においても一部の有識者や野党の国会議員などが金融取引税の導入を強く主張している。米国では1914年から1966年に0.2%のストックトランスファーエクスイズタックスを金融取引税として課していた。地方税としては ニューヨーク州が1905年から1981年に流通税を課していた。現在は、セクション 31Of the Securities Exchange Act of 1934に基づき、2020年2月18日現在は、証券取引は100万ドルにつき22.1ドル、先物取引の1往復の取引は1枚あたり0.0042ドルの費用を、米国証券取引委員会は、 取引所に課している。2020年11月大統領選挙における民主党副大統領候補のカマラ・ハリス氏なども金融取引税導入を主張し、米国政界においても導入の議論が高まっている。ロンドン証券取引所で飲酒税の形の初期の金融取引税の実施が1694年に見られた。その勾配が正式なものであるよう求められる。 法的な書類に役人が化身を押すために、株式の買い手によって、その税は支払いできた。2011年現在で、それはイギリスで現存する最古の租税である。日本では、伊藤博文内閣が1893年に、取引所税の名称で導入し、当初の税率は、商品、有価証券が0.06%、国債、地方債が0.03%だった。 その後、税率は何度も変更になり1999年4月1日に廃止された。各々のの金融取引税の提案がそれの持つ、独特の基礎目的を持つにもかかわらず、それらの多くに共通するものである。いくらかの一般的な基礎目的がある。以下のものはこれらの一般的な共通点のいくらかで、ある。その基礎目的は達成するかまたはそうでないかもしれない。 1936年にジョン・メイナード・ケインズはある県地から金融取引税を眺めた。ケインズが最初に金融取引税を提案した1936年に彼は書いた投機化は企業の一つの落ち着いた風潮においてバブルのように傷つけないかもしれない。しかし企業が投機の渦潮におけるバブルとなる場合にその状況は深刻である。 個々の投機家の数多くが潜入感なしに短期と長期の両方の立場を取りたがることの働きは価格バブルと資産膨張の防止のいくらかの役割を行う。しかしながら過度の投機はしばしば揮発性の原因であるだけでなく、また気量の気が散ることと経済発展のための焦点の危険な移り変わりでもあるとみなされる。 他の共通の論題はより公明正大で公平な、徴税の体系を作り出すような趣旨の提案である。自動払い取引税は、幅広い課税基準に課税する、すなわち、不動産並びに金融資産のすべての取引を含む、すべての取引を。何人かの経済学者によれば、金融取引税は金融セクターに対する、その他の提案された、類型の課税よりも、 より回避と脱税を受けにくい。自動払い取引税は銀行支払いシステムの電子的な技術を通して取引が据えられた場合に自動的な租税査定と調税のために21世紀の技術を採用する。ありがとうございます。